会ください。ありがとうございます。マロンポークプロジェクト、栗でつなごう時代、つなごう食との、おいしい豚肉ができるまでの3年間の挑戦について、ジャングルの中を突き進んでいるような、まさにナイナイ尽くしのゼロからのスタートでした。使用する道がない栗は廃棄処分となっています。粉砕機で細かく砕いて、その後乾燥させるという方法で餌作りをしました。多くの方々のご協力があってやり遂げられたものだと思っております。短期間でしっかりとこの商品開発までに至ったということは、それだけの熱意を持って取り組んでいただいたのかなと。笠間を守る、また笠間という地域をですね、発展させる願いを込めて、笠間マロンポークリリカでございます。小江口学園と笠間をですね、栗で通じて、栗で盛り上げていこう。いいですね。はい、いただきます。中にガイとタレがあるので、はい、ください。すいません、行きます。余韻に栗が入ってる感じがしますね。うん。油自体はさっぱりしてるんですけれど、後からこうじわーっと甘みが来る、そんな感じがいたします。なかなか栗は堆肥にならないんですよね、うん、だいぶ楽になりました。美味しかったです、うん、そう思うと余計美味しいですよね。相当この笠間の栗やってる生産者もいいんじゃないですか、うん。